今回入荷したのは国内ではなかなか置いてないこちら、エメレオンドレのクルーネックになります。さあ皆さん、秋口になるとよく活用するこのクルーネックですね。それもブランドはエメです。エメは僕が一番大好きなブランドですね。シンプルなんですが存在感はすごくある。大人おしゃれスタイルには必ずニューヨークの人たちも身につけるアイテムとなります。キスともすごく相性良くて合わせる方も結構いらっしゃるんですが、今からの季節、このクルーネックでおしゃれな幅をどんどん広げてください。特徴としましてはやっぱりシンプルなんですが存在感の強いこのエメのこの中央にあるロゴですね。もう本当にこれぐらいの感じが僕はもう一番好きです。そしてすっごく合わせやすいですし、コーディネートももちろんしやすいです。ただクルーネックの一つ注意点があって、今からの季節ベストを着たり下にシャツを着たりアウターを羽織ったりと合わせる機会がすごく多くなるんで、だいたい自分は必ずワンサイズ下のサイズを着るようにしてます。そうすることによって体のラインとかコーディネートした時の感じがすごくおしゃれにスタイリッシュに見えるんで、皆様もそこを少し頭の片隅に入れて活用してください。特徴としてはこのサイズに入ってる切り込みですね、こちらがよくチャンピオンでも使われるリバースウェーブですねの形で、ボディを洗って使っても伸び縮みしないような形の作りになってます。こういう時もこだわりがあってすごくいいですよね。で、先ほど言ったように僕が174センチ、だいたい76キロで、エメのサイズは M サイズ、日本規格に直すと L サイズですね。こちらを着るようにしてますのでご参考ください。今回こちらの方にもエメのタグがついてますのでどうぞご安心ください。それとこちらクルーネックのサイドの部分ですね、こちらにもエメの小さなタグがしっかりついてます。それと商品のこの紙タグですね、こちらもしっかりゴールドの形でついてますんで、どうぞ皆様ご安心ください。今回のエメのクルーネックのサイズですが、着丈が70センチ、身幅が62センチ、肩幅が50センチになります。タイトなラインで着たらすっごく大人おしゃれに見えますんで、どうぞ皆様今からの季節ご活用ください。それと今回はクルーネックと別にこちらフーディーも入荷してあります。本当にこれだけ着ても可愛くておしゃれですっごく目立ちますよ。やっぱりニューヨークの子たちはこれにやっぱりおしゃれなスニーカーを合わせて着る方たちが多くいます。あとはここにキス、エメね、おしゃれなキャップ、そういうのを合わせるとちょっとやっぱ見た目も大人おしゃれなスタイルになるんで、どうぞ皆様よろしくお願いします。このロゴめっちゃ可愛いです。今回ご紹介したのはニューヨークから届いたエメレオンドレの最新クルーネックとフーディーになります。今からの季節にどうか皆様おしゃれなコーデアイテムとしてご活用ください。よろしくお願いします。以上商品紹介でした。お問い合わせはインスタグラムからよろしくお願いします。新しくツイッターも始めましたので合わせてご登録よろしくお願いします。下の概要欄からアクセスしてください。今後も新アイテムが入荷しましたらご案内していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。